作者、腹減った。さっきすれ違った人がパンファ食堂で月一歳限定メニューが出たって言ってたぞ。わかった、行ってみよう。シカ？あ、漂白者、願いの木にはもう行ったんだよね。何の願い事してきたの？叶ったかどうかは、さすがに早いか。シカ、ここに置いてくれれば大丈夫ですよ。オッケー。まだ忙しそうだね。ううん、そんなことないよ。準備はもうぼちぼち整ってきてるんだ。それより、どう？聞こえる？すっごいにぎわいでしょ。あと何度か軌道順序を確認しないと。そういえばさっきレイン様の姿が見えたような。気のせい。本当だね。今回の月一祭、みんな楽しみにして準備してきたからね。夜には幽竜部のパフォーマンスもあるんだ。特等席を見つけておいたから、漂白者も見に来てよ。あ、そっか、残念。ヤンヤンたちにも伝えとくね。もう私がもたもたしてたせいで、もう予定作っちゃったのかと思ったじゃん。じゃあみんなと一緒に待ってるね。ヤンヤン、漂白者と何か話したいことは？待って、まだ心の準備が。そうですね。漂白者さん、今日は楽しく過ごせていますか？今晩の酔いづき会、皆さんと一緒にお待ちしています。あら、白紙も一言ちょうだい。来るんだったら早めにお願い。みんなこの酔いづき会のためにずっと頑張ってきたから。というわけで集合場所をデバイスに送っといたよ。後で確認よろしくね。腰を抜かさないように気をつけて。ぬ、新メニューは諦めるしかないのか。今度またヤンヤンたちと一緒に行こう。またあっちから美味しそうな匂いがするぞ。我の胃袋を満足させてくれる匂いだ。いや、あれは漂白者、今から月の木屋に来れる？4つ目の願いの分析が完了したってこと？やっぱり白の問題だけじゃなかったみたいだ。今すぐ行くよ。ありがとう。じゃあいつもの場所で会おう。また厄介事が起きたのか。ヤンヤンたちと一緒に遊ぶんじゃなかったのか？すぐ済ませるから、終わったらヤンヤンたちのところへ行こう。迅速果敢。漂白者、来てくれたんだね。
ソノラの匂いがするぞ。ご覧の通り、ハクはソノラの入り口に変わってしまった。どうやらハクが集めた周波数が共鳴を引き起こし、ソノラを生み出してしまったらしい。予期軍に知らせるべきかな。あ、いや、それだと。うん、みんなまた戦いが起きたと思うだろうね。あんな大きな戦いの直後に予期軍が出動したのを見れば。それなら私たちで解決しよう。おお、あなたの顔にもそう書いてあるよ。うん、僕もそれが一番の解決策だと思ってたよ。あとはせめてこのソノラの内部が無害だとありがたいんだけど、今は君がいる。たとえ危険が待ち構えていたとしてもとても心強いよ。しかしまさか君から提案してもらうことになるとは、僕の心に迷いがある証拠だ。それは名前がパスカルだから。彼は僕の親友だった。彼は解釈現象に巻き込まれ死んだ。だからこのソノラは僕へのメッセージなのかもしれない。これは僕の個人的な問題だ、漂白者。それでも君は手を貸してくれるかい？私にも理由はある。え？友達と酔いつき会を楽しむと約束した。本当にありがとう。それじゃあ行こうか。ハクのプログラムを模倣しているなんて。ソノラの内部構造は実際に入ってみないとわからないものだね。跳ね返されてる。ソノラが我らを拒んでるのか。漂白者ムオンク、ニクリ、パスカル、世界総理よ、ニクリ。漂白者、はあ、やっと目が覚めたか。投げ出されなくてよかったよ。けどどうして我らだけソノラから追い出されたんだ。もしかするとあのパスカルと関係があるのかもしれない。とにかく今は総理を探そう。ごめん、玉投げ大会しててうっかり君の家の扉にぶつけちゃったんだ。投げたのは僕なんだ、リーダーのせいじゃない。いやいや、責めるなら僕を。大丈夫。はあ、いい人でよかった。助かったよ。絶対怒られると思ったから。僕はパスカル、こっちはモディで、こっちはライアンだ。
君は？総理よ。総理よってあの総理円おばさんとこの子だ。え、じゃあ君があの天才児？すご、本物だ。成績は1位以外取ったことないって聞いたけど本当なの？うん。すご、じゃあ1週間で全学年分のカリキュラムを全部勉強し終わったのも本当？うん。すご、研究員で100年間未解決だった難題も解いちゃったんでしょ？え、そんな噂まであるの？リーダー落ち着けって、怖がられてるぞ。アイドルに会った時の僕の姉ちゃんみたいだな、リーダー。うるさい。ごめん、興奮しすぎちゃった。そうだ、一緒に酔い付き会に遊びに行かない？僕も行っていいの？いいに決まってるでしょ。君がリーダーでもいいよ。リーダー？つまり一番偉い人。まあいいや、とにかく君と一緒に遊びたいってこと。僕は、うん、ごめんね。パパが帰ってくるのを待たないと。パパ？でも先月の新聞であの大発明家は失踪したって。ライアン。じゃあ僕らは先に行くね。気が変わったら僕らのところへおいで。君はどうなのかわからないけど、僕は一人だと寂しいから、おしゃべりしたり遊びたいときはいつでも大歓迎だよ。うん。こいつの子供の頃の記憶みたいだ。ソノラの周波数も影響を受けてるのか？きっと彼だけじゃない。待って。ここから次に進めるみたいだな。行ってみようぜ。おいおい、今度はなんだ？祈願所？でも今年のデザインじゃない。さっきの部屋みたいにトリガーでもあんのか？風に飛ばされた願いを見てみよう。心の叫び声、息子への思い、ヒーローへの憧れ、どれもかつて私が助けた人たちの願い。ここにも2枚ある。この方法で会ってたのか。お前って時々すごく冴えてるよな。チェ、こんなしけた気分じゃ祈る気にもなれないな。まさか0点を取るなんて。授業のことでまだ悩んでいるのかい？実践から真理を知る、それが私たちの最初の授業だ。人類は怪食現象について何も知らない。今ある装置だって役に立たない。
せいぜい頼れるのは私たち研究者ぐらいだ。それなのに現場に観測所を建てるなんてどうかしている。もし会食が起きたら間違いなく全滅だ。かつての科学者は身をもって化学物質の性質を記録した。真理を追求するには潔く全てを捧げる自己犠牲が必要なんだよ。真理の追求のために全てを捨てる必要なんてあるに決まってるだろ。働けば金がもらえて、その金で食べ物が手に入る。真理はこの世界の最後の答えなんだ。何を捨てたとしても手に入れる価値がある。モディとライアンが会いたがってたよ。今日久しぶりにみんなで集まらないかい？そんなことをしてる暇はない。あの二人が不合格になってから避けているように見えるけど、もうあいつらとつるむ必要なんてない。賢者の道というのは孤独なものだからな。あんな落ちこぼれとは早く縁を切った方がいいぞ。それがお互いのためだ。お前、あれほど優秀な父親を持ちながらどうしてそこまで他人のことを気にかける？奴らがお前の思考に悪影響を及ぼすかもしれないんだぞ。僕は賢者が孤独である必要はないと思うよ。10年ほど前に聞いた月の木屋の話覚えてるよな？月の木屋にした願いを願いの木にかければ必ず叶う。あれは明らかに人の力で実現された。だから願い事が増えて中止になったんだろ。結局願い事をする人は毎年増えていって、そのうちどれだけの願いが叶ったって言うんだ。つまり私が言いたいのは、月の木屋の舞台裏の英雄だろうと避ける労力は限られてるということさ。他人のためにエネルギーを無駄にするぐらいならいっそ全てを真理の追求に捧げた方が賢明だからな。何か言いたげな顔をしてるな。言ってみなよ天才君。お前がたった一人のライバルであり友達だからこそこんな話をしているんだ。くだらない連中に足を引っ張られたなんて言い訳でもされればお前に勝った私もかなわないからな。じゃあ私は願い事をしに行くよ。さて何を願おうか。いっそのこと会食が起きますようにとでも書こうか。いい研究材料になりそうだし。パスカル、冗談だって。何を本気にしてるんだよ。賢者は全てを捨て孤独であるべきか。どうして月の木屋に父さんが設計した装置があったんだ？決意祭の間いつも家にいなかったのはそういうことだったのか。でもそれができるのなら真理の追求だって孤独である必要はないはず。僕が進むべき道がわからない。総理、何考え事してるんだ？早くこっち来いって。うん、今行く。月水祭にこんなエピソードがあったのか。あいつが月の木屋を運営してるのは父ちゃんの意志を継ぐためだった。これが人と人とのつながりってやつなのか。まあそうとも言えるね。じゃあ我と漂白者もつながってるのか。むしろ私はアブに疲れてるのかも。アブのこと幽霊って呼んでいい？え、つまりなんだ、仲良しってことか？でもおかしい。ここにあるのはパスカルと総理の過去ばかり。ソノラの中なら普通なんじゃないのか？じゃあどうして毎回総理が開けたドアでしか先に進めないの？まるでこのソノラの主みたいだな。もしかして彼の存在が鍵になっている？
スカーの時と同じように進もう。いずれにせよここにいるだけじゃ何も始まらない。今年の研究も順調だ。来年もうまくいけばいいんだが。このペースなら無音区の秘密を明かすのも夢じゃない。パスカルと総理のおかげだ。うまくいけばね。そういえば今年の月水祭も総理はいないのか。またここに戻ってきたんだ。でも雰囲気は少し変わってたな。また実験失敗。精度が足りない。もっと精密な機械が必要だ。これまでの仮説は覆された。回色に観測可能な規律なんてない。全てが無駄だったんだ。成果が出せないのは全て君たちのせいだよ。総理め、パスカル、総理はどこにいる？3回目だ。とっとと調べてここから出るぞ。ダメだ、おしまいだ。僕はただの役立たずなのか。全てが台無しだ。問題点が次から次へと出てくる。もうどうにもならない。俺に間違いなどない。全部お前だ。いや、この世界が悪いんだ。総理だ。総理を呼んでこい。パスカル、やっぱりあんたじゃダメだ。やっと出られた。けどここもここで妙な場所だな。疲れた。もう人思いに俺を消してくれ。世界もろとも終わらせてくれ。これってあの十番とかいうあんちゃんか。なんかいい匂い。じゃなかった。こいつ願いの手紙を書いた時よりもひどくなってないか。もしかしたらこっちのも。
ああ、終焉よ。どこにいるんだい？今すぐあんたのもとへ行ってしまおうか。やっぱりそうだ。あのばあさんからも執着心を感じる。僕は最強だ。世界中がピンチになっちゃえばいいのに。そうしたらこのヒーロー様が全員まとめて救ってあげるよ。前の二人に比べたら気がめいってるってわけじゃなさそうだな。でもこれはこれで執着が強すぎる。こいつが一番厄介かもしれないぞ。残り二人が誰なのか大方予想はついた。科学などもはや存在しない。みんな分かっているんだ。怪色現象の中では我々の知る物理法則がまるで意味をなさないと。それだけならまだしも怪色自体からも法則性を見出せない。サンプルが少なすぎる。こんな状況で一体どうやって無音区を研究しろというんだ。やはり問題はサンプルの数か。会食がもっと起きてくれれば。私の邪魔をするな。真理を追い求める勇気のない臆病者が。分かったぞ。私には総理を超えることなどできないと思っているんだろう。やつが提案したことじゃないから懐疑的なんだな。そうだろう。ならばここに用はない。やったぞ、成功だ。私が追い求めてきた成果は目の前にある。来るな、誰も来るな。願いを叶える。彼は罪人じゃない。絶対に再現する。会食無音区。おいおい、こいつヤバいこと言ってるぞ。まさかパスカルみたいに会食現象を引き起こすつもりなのか。今の言葉だけで決めつけるべきじゃない。他人の願いのために力を尽くすような人がそんな考えを持つはずがない。彼は最後の最後まで誰よりも純粋な探求者だった。これ以上彼の願いをねじ曲げることは許さない。総理の声だ。この扉の向こう側から聞こえる。でもこの扉、普通のやり方じゃ開かないぞ。それなら壊すまでよ。もうちょっとスマートなやり方できないのか。ここがソノラの最深部。パスカル、君はここにいるのかい。悪いね、漂白者。どうやら僕は先に行かなければならないみたいだ。パスカル、彼らの後ろに隠れていないで直接話をしよう。分解。条件は揃った。
条件は。条件は揃った。条件は揃った。星々よ、再構築見えた。最後まで誰よりも純粋な探求者だった。これ以上彼の願いをねじ曲げることは許さない。幽霊ってお前幽霊好きなのか。これは会食に飲み込まれた後の名残のようなもんだよ。でもこの周波数は何らかの外的な影響を受けてるみたいだな。くっくっ、やっぱり妙な匂いがするし。パスカル、
わかるかい？僕だ、総理ヨーだ。来るな、会食が起きる。早くここから逃げろ。まさか会食を引き起こしたのはこいつじゃないってことか？ここなら大丈夫。会食も無音化も存在しない。ほら、僕も無事だから。総理。うん、ここにいるよ。君が伝えようとしたこと教えてくれないか？私は身勝手な理由で研究員を去るべきではなかった。設備や資料を持っていくべきではなかった。だが私は成功した。無音区の周波数の特異性を割り出すことができたのだ。そして試作機を作り出すことに成功した。これで無音区の出現場所を予測できる。あの時私は資料を残しお前たちに知らせるべきだった。だが私が残したのは己の成功のみ。勝利を前にして目がくらんでいたんだ。結果私の試作機は壊れてしまった。全てが崩れ去ったのだ。時の誤差が大きすぎた。そして範囲も。私が駆けつけた時会食はちょうど、ああ私は会食に飲み込まれたのだな。最後に目にしたものは確か僕だよ。思い出した、全て思い出した。これだけは言わせてくれ、私は会食を引き起こしたものではない。そうだ、ペンを貸してくれないか。私の研究内容をお前たちに伝えなくては。私の成果を残さなくては。ペンだ、早くペンを持ってきてくれ。パスカル、お前たちにこれを、ただこれを伝えたかった。私は無音区の得意な周波数を見つけた。お前たちのことを恨んでなんかいない。私はこの世界を救おうとしただけなんだ。この努力も苦悩も全て水の泡となった。きっとお前たちは私を会食を引き起こした罪人だと思っているのだろう。私が感情任せにあのような言葉を発したから。いや、君の努力は無駄なんかじゃない。君の研究は無数のものを教え導いた。謎に包まれていたブラックショアまでこちらの理論を学びに使者を派遣してきたくらいさ。ブラックショアまで。あの時の彼らの表情といったら、驚きを隠そうとしてたのがバレバレで僕おかしくなっちゃってさ。君の言う原型機を作り出すことはまだできていないけれど、どこの研究員でも無音区の研究にはパスカルスペクトルが欠かせない前提理論となったのは確かだ。パスカルスペクトル、僕が勝手に名付けてしまったものなんだけどね。僕と同窓の間柄だった何人かで君が残してくれたノートを見つけたんだ。そしてみんなが努力を重ねてくれたおかげで君の理論は日の目を見ることとなった。本当か？うん。それから事件の真相も解き明かすことができたよ。私の成果は伝わっていたんだな。うん、それにこれからも伝えられていくはずだ。そうか、よかった。本当によかった。ならあとは頼んだぞ。私の代わりに全てを見届けてくれ、我が親友よ。願いの木の伝説は本当だったんだな。彼が残した最後の言葉を聞きに行こう、漂白者。
僕、大きくなったら誰よりもすごい最高の科学者になるんだ。みんなを助けて、みんなから褒められるような科学者になる。それからみんなを引っ張って、不思議なことをいろいろ探求するんだ。パスカル、パスカル、君はずっとここにいたんだね。これが真実ってやつか。でもさ、これで4つ目の願いも叶ったってことだよな。もしかしたら5つ目の願いも叶ったのかもしれない。え？願いは4つだけだったよな。総理、出口はこの先だよ。ひとまずここから出よう。おい、どういうことなんだよ、教えろって。大丈夫かい？ソノラから出た直後は気分が悪くなることが多いんだ。ならよかった。まだわからない。もう危険性はないと思うけど、念のため確認は必要だね。あんなことがあったんだから、総理にもきっと時間が必要なはず。漂白者、麓が随分賑やかみたいだから行ってみたらどうかな。それに約束があるんだよね。僕のことは気にしないで。後のことは大丈夫。助けてくれてありがとう。ああ、いや、もっとちゃんとお礼しないといけないね。少し時間をくれないかな。また後で落ち合おう。お、あんたか。また会ったな。またキュウリと一緒に音階の研究を始めることにしたんだ。今までの経験もあるし、今度は絶対もっとうまく研究を進められると思う。うん、新しいラボも決まったしね。ここ最近は設備を運び込むのに大忙しだよ。でもさ、10番新しい部屋のあの散らかり用は何なんだ。資料やら実験機材やら買い物袋やら、どうしてあんな山積みにしちゃうかな。物を探そうにも足の踏み場がないんだけど。俺にはちゃんとどこに何があるかわかるんだ。総理用の部屋だって似たようなもんだろ。まあ天才ってのはそういうもんなんだよ。それに俺がどこに何を置こうが、お前は全部見つけられるじゃん。というか俺よりも早く見つけるよな。確かにそうかも。うん、同僚の紫秋が魚水楽の露店をやってるって聞いて顔を出しに行こうと思ってね。それに恩返に関わることなら十番が放っておかないだろうし。紫秋も恩返に興味があるみたいだから、この機会に仲間に引き入れようと思ってさ。仲間が増えればきっといいアイディアも増える。俺たちに必要なのは思考のぶつかり合いだからな。あんたもな、目いっぱい楽しんでくれよ。月水祭楽しんでね。まーちゃん見て、お姉ちゃんが戻ってきたよ。それは、本当は用意す機会の約束のために来たんだ。でもまーちゃんがお前の後について行ったら、お前らが急に消えちゃったからだよ。それで3人で誰か助けを呼ぼうって思ったんだけど、ウサギのロボットしかいなくて。ウサギさん、お姉ちゃんは強いから心配するなって言ってたんだけど。心配するななんて無理だよ。
これはヒーローショーなんかじゃないんだ。人が急にいなくなることなんてないってお母さん言ってたし。うんうん、まーちゃんと相談して決めたんだ。もしお姉ちゃんが危ない目にあったら、まーちゃんとスミちゃんは足が速いからすぐに麓に行って大人を呼んでくるって。僕は目がいいから、ここから動かないで異変を全部覚えておく係だよ。お姉ちゃん、約束してたヒーローのお話だけど、今ここで見せてくれない？あれ、このヒーローってお姉ちゃん？脅迫者、どこかで聞いたことがあるような。僕知ってるよ、おじいちゃんが言ってたんだ。脅迫者は昆州を助けてくれたヒーローだって。あ、そういうことか。だからお姉ちゃんは簡単にモンスターを倒せるんだね。さすがヒーロー。名前は知らないけど、録画に映ってたもう一人のお兄ちゃんもすごく強いね。ロボットアームまで使えるなんてかっこいい。でもお姉ちゃん、やっぱりどうすればお姉ちゃんみたいなヒーローになれるかさっぱりわからないよ。え？あなたたちは自分の力で私たちを助けようとした。ずっと楽しみにしていた酔い月会に行けなくても、ここから一歩も動こうとしなかった。あなたは他人を助けようとする心と、それを実践する行動力を持っている。あなたは誰かのために自分を犠牲にすることができたんだよ。だからきっとあなたもフレイムマンみたいになれるんじゃないかな。言われてみれば。それじゃあ僕たちもフレイムマンになれたってこと？そうだね。二人は足が速いフレイムマンで、一人は目がいいフレイムマン。何があってもあなたたち三人ならうまく協力できるはずだよ。さっきのもう一人のお兄ちゃんみたいにね。そっか、僕ヒーローなんだ。僕とレイちゃん、それからスミちゃんもウサギさんも、僕たち四人フレイムマンなんだね。月の木屋が本当に願いを叶えてくれたんだ。ありがとうお姉ちゃん。いやー、こんなに賑やかな桃源郷は久しぶりだな。よかった、間に合って。ほらほら、そんなに急がなくても大丈夫だよ。ゆっくりゆっくりね。文吾、ずいぶん遅かったわね。いや、包むのに時間がかかってさ。熱々で食べるのが一番だから、冷めないようにと思って。カエさん、食べてみてください。どうですかね、私の手作りなんです。ショウンもどうぞ。おや、そうかい。どれどれ。これ周縁教官が昔月水祭の時に作ってくれたお菓子。ああ、すごく美味しかったから、その後教官に作り方を教えてもらったんだ。そうなのかい。だけどあの子は料理なんていつの間にできるようになったんだろうね。駐屯地で身につけた技でしょうね、昔の教官の腕は。でも時間が経つにつれてどんどん上達していったんですよ。食材はシンプルですが、どの料理も決して忘れられない味です。料理なら私もできますよ。そうだ、カエさん、次のお休み私が何か作りましょうか。ええ、お願いしようかね。
かなって思う。ごめんなさい、メガネが汚れていてさっきはよく見えていなくて、まだ行政という研究員を探しているんですか？私もいろいろ知り合いに聞いてみたんですけど、めぼしい情報はなくて本当にごめんなさい。すみません、もっといろんな人に聞いて回ってみますね。そうだ、よかったらお詫びに絵を一枚差し上げますよ。たくさんありますから。そうなんですか？よかった、絵を描いていたんです。はい、桃源郷を見渡せますし、行き交ういろんな人を見れます。麓にいる人たちですかね。普段はあまり他の人と交流したりしませんが、みんなが喜んでいる姿を見ると私まで心が温かくなるんです。まるで絵筆を持った時と同じ感じ。大作だなんて、そんな愚作ですから。心地いい風、漂白者、また会ったね。白はもう大丈夫？特殊な宗派が残ってしまったみたいなんだ。それがソナラによる影響かどうかはわからない。安全を期すためにもしばらく白はお休みかな。研究は君にお礼を言った後に始めようと思ってね。これを受け取ってくれないかな。これがあれば酔い月会の思い出を残せるかなと思って。もしかしたら職員マニュアルの第一条に入れておいてもいいかもしれないね。ないよ。だから第一条なんだ。今回の事件、僕一人だったらこの結末に至ることは不可能だった。あの執念は助けを求めていた彼らの叫び声だ。それに気づく者がいなければ取り返しのつかない事態になっていたに違いない。月水祭の願いを叶えられたのも全て君のおかげだ。願いが叶った人は温かい気持ちになる。そしてその気持ちは他の人にも伝わっていく。だからこそ今年もみんなの期待に応えることができてよかった。もちろんパスカルの期待も。あなたの願いは何？そんなことを、いや、もしかしたらずっと前から答えは決まっていたのかもしれない。僕が月の木屋を続けていこうと思った理由もその答えが出ているからだ。僕はずっとある人の面影を追い続けている。真理のために全てを犠牲にし、他人のために全てを捧げた人の面影を。父さんと母さんがまだいた頃、二人は僕にとっての明確な目標だった。そんな二人がいなくなって僕はかつての目標を変わらず抱き続けることに必死になった。月の木屋を引き継いだのもそれが理由。どうすれば二人に追いつくことができるのか模索した一つの結果なんだ。僕も真理の追求のため全てを投げ捨て、未だ見ぬ彼方へ行くべきなのだろうか。あなたはそうしなかった。それはパスカルのおかげだよ。パスカルが僕をあの部屋から連れ出してくれなかったら、僕は月の木屋と父さんの関係に気づけなかった。
僕はパスカルが研究員を後にした後、一緒に行ってしまおうかと思ったんだ。僕も心の奥深くに彼と同じものを抱えている。でも僕の心が求めている人とのつながりがそれをためらわせたんだ。真理はあの山から転がり落ちる岩と同じ。そして悲鳴はその岩を絶えずスタート地点に押し戻す存在。僕たちが見つけた法則も科学技術も文明も未だに再び覆される可能性を秘めている。それでもその岩は誰かが押してあげる必要があるんだ。山の向こうに広がる風景を見る人が必要なのと同じようにね。漂白者、僕は自分の心の中に眠る衝動を理解しているつもりだ。もしかしたらいつか全てを捨ててあの岩を押しに行こうと思ってしまう日が来るかもしれない。山はそこにあり、真理もそこにあるのだから。それが麓に広がる全てを捨て去ることになろうとも。お前たちにこれを、ただこれを伝えたかった。どんなに遠くへ行こうと、あなたの帰りを待っている人はいる。パスカルがあなたに真相を伝え、あなたがパスカルの名誉を取り戻そうとしたように、二人の間には確かな絆があるから。だからソノラでもあなたの言葉が鍵の役割を果たしたのだと思う。麓にいる人たちだって自分たちのために岩をどかしてくれた人を忘れることはない。人の絆は強いものだから。ここはみんなの家だから。絆はずっと変わらずここにある。どうやら君を待っている人たちが呼んでいるみたいだね。彼女たちを待たせすぎるのは良くないよ。月水祭ってみんなで団らんする日なんだよね。確かにそういう伝統的な側面はあるね。それならあなただけが例外ってわけにはいかないよね。だけどほら、代わりに見届けるんでしょ。ならあとは頼んだぞ。私の代わりに全てを見届けてくれ、我が親友よ。
もうすぐだね。それじゃあ酔い月会最後の演目を始めよう。おお、ほら見て、あそこに竜の灯籠がある。